私、時々自分が分からなくなるの。神岡君のことも、東百合さんのことも、吉原さんのことも、みんな分からなくなって、私だけが他の世界にいるんじゃないかって。そう思うと、自分のことも、ますます分からなくなっちゃう。岡くん、ありがとう。なんか気分が晴れたわ。そうね、行きましょうか。生活科の実習でクッキー焼いたの。よかったら食べて。意外？お母さんが女の子だったら料理くらいできるようになりなさいって言うのよ。アナクロでしょ。お母さんよ、いつも土曜日は作ってくれるの。私だったらタコ型ウインナーなんていう面倒なことしないわ。食べる？食べないの？どうやってってパクって食べる以外何か新しい食べ方でもあるの？おいしい？
食べる？ところで話って何？もちろんよ。どうして？それで？授業中に倒れたからといって犯行も授業中とは限らないわ。病気にしては不可条件が多すぎるわ。事件は全て校舎内で発生してるわ。しかも森本君を除いて全て放課後に起きている。この事件が病気や自然現象を原因とするものだったら、発生する場所や時間が限定されるとは考えにくいわ。私はこの事件は人為的なものだと思う。それに、いいえ、何でもないの。ところで神岡くん、明日の日曜日は今？ちょっと付き合ってほしいところがあるの。ここ、学校。事件はほとんど放課後に起きていて、被害者は今のところソフトボール顧問の山崎先生を含め、すべて運動部の関係者だわ。日曜日って放課後の延長みたいなもので、一日中たくさんの運動部員が活動しているわけでしょ？だったら同じように、一日中
事件が発生する可能性があるわ。私たちも一日張り込んでいれば事件に遭遇する確率が高くなるはずよ。こんにちは。どうしたの？事件の取材？で、進くんたちの方はどう？星原さんの疑いを晴らすような証拠は見つかった？
そうよ、たけし君、いきなりそんなこと言ったって。だったら説明してよ、井上君。一方的に言われても私たちには理解できないじゃない。何も知らないからこうして取材を。だから取材をやめろっていうの？やめなよ、たけし君。だからやめなさいって。やめてよ、二人とも。友達なんでしょ？そんなことで喧嘩するなんて